好き少年とくーちゃんのお正月、明けましておめでとうございます。生き物大好き少年7歳、くーちゃん2歳、2022年も晴れやかにスタートいたしました。今年は虎年ですが、我が家は同じ猫科のくーちゃんが今年の年賀状の主役です。干支の動物といえばネズミに騙されて十二支に入らなかった猫ですが、タイ、ベトナムやベラルーシなど十二支に猫が入っている国もあるそうですよ。少年も猫とお正月のご挨拶。東京では初雪はまだですが、寒い朝はメダカ池に氷が張っていました。健康や繁栄を祈って食べるおせち料理、もともとは神様にお供えをして食べる三階の幸のもの。少年が気になったのは門に飾られる門松。なんで竹や松で作られているの？竹や松は長寿を表す縁起の良い木。松は千年、竹は万年。門松を玄関に飾ることで年神様を家に迎え入れ、末永く家が栄えること、続くことを祈願しました。少年の家には小さなお飾りの門松しかないけど、賑やかな少年と控えめなくーちゃん。笑う門には福来たる、笑いの絶えない一年にしようね。竹は竹の子が大きく成長したもの。少年は竹の子が竹に成長する様子を絵にしてみたよ。竹の子の成長はとても早く、1日で1メートル以上も伸びることがある。1ヶ月を上旬、中旬、下旬と10日単位で表すけれど、竹の子の名前の由来も一旬、10日で成長しきってしまうところから来ている。しかも竹の寿命は100年以上。くーちゃん、今年はどんな年にしたい？そうだね、やっぱりのんびりした一年にしたいな。猫が寝て過ごしてばかりなのは狩りに備えた体力温存のためだと言われているけれど、くーちゃん狩りなんてしないでしょ。いいの、猫は寒さに弱いから。冬はこたつで丸くなってるんだよんって言うか、うちにこたつはないよ。まだ外には一歩も出たことのない家猫のくーちゃん。今年はハーネスを買ってお外の散歩に挑戦してみる？大きな猫なので犬の散歩と間違えられちゃうかもね。少年は寒空の下元気に外に遊びに行ったよ。タコが空高く上がって新しい年も気持ちよくスタートが切れたね。少年の新年の抱負は？釣りに行ってたくさん魚を釣りたい。皆さんの新年の抱負はもう決まりましたか？少年とくーちゃんの YouTube チャンネルもおかげさまでたくさんの方に見ていただき感謝しております。2022年もどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。